話してよエミリー。やだ私の。僕が先に見つけた。よし白黒はっきりつけるぞ。そっちがその気なら仕方ない。よしやるぞ。僕が丸だ。丸だといつも勝つ。うわ真ん中取るなんてありえない。絶対倒す。僕の罠にかかったな。そうすると思ってたさ。楽に勝てそうだな。まだまだ勝負はこれから。さあこれでどう。僕の方がうまいね。うん、まさかそう来るとは。あ、そうだ。え、そんなのあり？ありありのあり。はい、どうだ、私の勝ち。なんで、そうなるはずないだろ。ちえ、じゃあクマちゃん渡すよ。やったね。あー、もうこの目が素敵、吸い込まれそう。これ以上完璧なものってある？最高の男子だな。きっとお似合いのカップルになれる。そうだ、なる方法あるかも。この呪文書の力を借りれば恐ろしいことなんて起こらないでしょ。でもまずは護符が必要。ちょいと場所を空けてレジンを一瓶用意。そこにラメを入れる。これでキラキラに。そしたら混ぜるよ。しっかり色をなじませる。こんな風。次に型に流し込む。愛を象徴するハート。わあ、この色素敵。上までたっぷり入れるよ。あとは固まるのを待つ。型から取り出してチェーンをつける。わあ、とっても綺麗。すごくいい出来だ。でもまだ終わりじゃない。呪文をかけるよ。この護符でマットに振り向いてもらう。私こそが運命の彼女。彼を引き寄せる魅惑の光。うわあ、信じられない、魔法が効いてる。よし、じゃあ始めよう。うんうん。エミリー、わお、気づいてくれた。声かけないと。いやエミリー、今日なんか可愛いね。わあ、そのレックレス素敵だ。なんていうかその引き込まれるっていうか。え、ちょっと大丈夫？やっぱもう行くわ。待て、逃がさないぞ。ちょっと何すんの、話して。まさかこうなるパターンとは。開けるんだエミリー。あー、いや、やっぱ結構です。やめとけよかったんだ。ほら、これが欲しいんでしょ。もうあげるから。うん、これは一体何だろう。変なの。うん、ネックレス俺によこせ。来ないで。あ、ユニコーンさん、とってもふわふわだ。ずっと撫でていたいね。止まった。これは僕の歯か。どうして抜けたんだ。あ、でも歯の妖精が来るってことか。ママ、こっち来て。あら、マット、どうかしたの。見て、歯が抜けたんだ。まあ、うちの子が大きくなって歯の妖精にお願いするもの考えた。このイヤホン。じゃあ歯を枕の下に入れないと。わかったよママ。そうすればなくならないってわけだね。あとは待つだけ。とっても楽しみだ。さあもう寝なさい、妖精さんが来るわ。あ、そうだね。ユニコーンさんも忘れずに。おやすみママ。おやすみ。じゃあまた明日ね。さて始めなくっちゃ。ああ、もう寝顔が可愛らしい。じゃあ歯をもらおうかしら。起こさないようにしてね。あった、これをイヤホンとすり替える。透過交換ってやつね。気に入ってくれるかしら。待って、もっとこの子にふさわしく 3D ペンを使ってまず縦にラインを引いていく。綺麗にぴっちりと。隙間ができないようにね。お次は蓋に取り掛かる。ここも短く縦に引く。周りをぐるーっと行くように。これでいいわ。そしたら厚紙に描いたユニコーンの顔に 3D ペンで色を塗る。はみ出さないようにね。これで最初が完了。お次は耳を描く。反対側も。その他の場所も色を変えて。どんどんカラフルにするわ。色同士をつなげるようにね。上手に描けてる。そして角は欠かせない。いい感じね。あとは最後の仕上げ。満足できる出来。これをケースに貼る。蓋がユニコーンの口みたい。マットも気に入ってくれるはずね。これを枕の下に入れる。素敵なサプライズになるわ。顔を見るのが楽しみ。私は幸せ者ね。
妖精さん来てくれたかな。よし見てみよう。わあ、これすごいや、最高だ、わっほー。ママ、どうしたの、妖精さんは来てくれた。これを置いてってくれた。まあ工作が得意な妖精ね。使うのが待ち遠しいや。こっち貸してあげる。これすごいよね、本当ね。シャララララララ、メガネが汚れちゃってる。これでよしと。あら、お客さん、大金を使いにやってきたぞ。まあ待ってました。意地汚いもんだ。ふん、ここにあるのはこれでファッションのつもりかね。あ、私は好きだけど。他には何がある。こういうのも悪くないな。私を呼んでるかのようだ。試着してみようか。うん、お似合いですね。もちろんだ、私は何でも似合う。全体の雰囲気がバッチリ。でも一番のおすすめはこちら、メガネ。ゴージャスになりますよ。ゴージャス、悪くないな。うん、この辺が良さそうだ。試してみて。そうさせてもらう。ケバケバした方が趣味ではあるが。素敵です、ご覧ください。いまいちだな。いや、これはやめとく。あんた今、いえ、何でも。ではこちらは。ふん、いいだろう、してみよう。これも微妙。他に気に入っていただけるものはいろんな種類がありますけど。ダメだ、ダメだ、これもダメ。何一つ気に入らん。じゃあ私のメガネは。いや、もういい。待って待って。なんだね。あともう一点だけおすすめが。考えて、乗客が逃げちゃう。あ、これがあるじゃん。いや、願い事は使い切ってた。そうだ、このグルーガンなら絶対大丈夫。キラキラのグルーで形を作る。雲の輪郭を作ろう。楽しいな。そしたら雲をもう一つ描く。これはカスタムメガネのフレームになるよ。そしたらつなげよ。次に青いレジンを用意。雲の中に出すよ。もう一つも同じように。これがレンズになる。そしたら固まるのを待つ。ツルも作っておいた。素敵でしょ。自分でも描けたいぐらい。こちらはいかがでしょうか。うん、興味深い。貸してくれるか。今までのどれよりもいいじゃないか。素晴らしい気分だ。まさに探していたものだな。あ、本当によかった。じゃあこれをもらう。いくらだね。5ドル。あ、いや待って、一点物なんで、その500ドルでいかがでしょう。お値打ち価格。この素敵な見た目はプライスレスだ。わあ、嬉しい。礼を言うのはこっちだ。ほんじゃあ、チャオ。またのお越しをどうぞ。あれでいけるんだ。緊張するな。いや、一つ質問するだけだ。エミリー、もっと自信を持たないとだな。エミリー、いや、脅迫してるみたいだ。エミリー、これあげるよ。僕の愛の証。君も同じように思ってくれる。とっと、あれ、落としたかも。この辺のどこかに。なんでいつもこうなるんだ。おっと、あ、いや、エミリー、腕立て伏せをしてたとこだよ。座ってどうぞ。あ、君素敵だね。嬉しいこと言ってくれる。いや、本当だって。待って、それマニキュアかい。これちょっと借りていい。え、なんで。大丈夫って、これで全部解決だ。絆創膏にマニキュアを塗る。薄い層を作るんだ。それが乾いたら上から色塗り。このピンクはうってつけだね。暗い色と縞模様にしよう。とっても綺麗だ。最後の仕上げはハート。パーフェクトじゃないか。これ落としたらダメだね。オッケー、じゃあ行くぞ。エミリー、どうしたの。マット、うわ、待って、本当の本当。君に聞きたいことがある。はあ、信じられない。結婚してくれる。もちろんするわ。そう言ってくれると思ってた。ほんと幸せ。のんびりした一日だな。すいません、カットでお願いします。喜んで。こちらにおかけください。
どうも。外のお天気はまだ暑かったです。今日はどんな感じに？毛先が傷んでいるから切っていただける？もちろん、もちろんですとも。では椅子の調整を。うんしょ、うんしょ、もうちょっと、もうちょっと。では始めますよ。美しい髪ですね。お手入れが行き届いてます。おや、引っかかっていますね。ちょっと何？なんで止まってんの？あ、いや、その問題はございませんので。うっそー、くしが折れた。え、何？なんでそんな顔？いや、なんでもおならが出そうで。一番のくしが折れたぞ。どうすればいい？そうだ、 3D ペン。これで解決だ。くしの絵をなぞる。お気に入りのピンクでね。よし、うまくいっているぞ。前半分ができた。次は取っ手だ。かわいいグリーンにしよう。すごく綺麗だ。めったに使わないけど、新しい櫛を作るからにはキュートに作らないと。花模様で仕上げ。出来上がり。素敵だ、新作の櫛。お、寝てしまったか。急いであげないと。作業再開。すいません、居眠りしてました。やった、シャボン玉大好き。あれ、壊れてる、吹けない。綺麗なシャボン玉作りたいのに。妖精参上。シャボン玉作れない。ああ、そりゃ厄介だ。なんとかしてあげよう。ああ、杖はいいや。もっと便利な 3D ペンがあるからね。まずは台紙を用意して。そしたら 3D ペン、まずは取っ手の緑から。そしたら黄色い星を描いて、赤で丸を描く。簡単だね。できた、新しい魔法の杖だ。ほら、新しいシャボン玉の杖だぞ。わあ、綺麗だし、シャボン玉作れる。なあ、そうだろう。それじゃもう行くよ、またね。二人とも結婚する心の準備は？めっちゃできてます。俺も。それでは、お互いの手を取り合って、そう、こう、いいね。あれ、指輪はないので？ああ、指輪ね、どっかに入ってたはずなんだけど。このポケットに入ってるんじゃなかったかな。で、指輪は？その箱は空っぽですね、どうやら。あ、指輪、どこ行った？指輪がないなんて、愛してくれてないの？いや、愛してるよ。ただどこにあったか、すぐ取ってくる。あ、やらかしたな。指輪どこやったんだっけ？何か探さないと。これじゃダメだし、これもダメ。何か他に。あ、グルーガンだ。これを使おう。指輪の土台はあるけど、宝石がない。そこで役に立つのがホットグルーだ。ラメ入りのグルーをここに乗せたら、さらにラメにディップ。紫が好きな色のはず。そうそう、これこれ、キラキラ輝く。それじゃあ箱の中へ入って、急いで戻らなきゃ。グルーガン持っててよかった。危なかった。ただいま、続きをやりに来ました。ほら、なかった指輪はここに。約束通りさ。ミッキー、この指輪で結婚を受け入れてくれる？ええ、もちろん。うわ、紫、私の好きな色。素敵な結婚式だ。指輪も素晴らしい。ああ、ミッキー、気に入ってくれてよかったよ。それじゃあミッキー、アレックスの指輪は？指輪？アレックスの？そうだ、どこかにあったはず。あはは、僕らはやっぱお似合いだ。そうね、じゃあすぐ戻るから。行っちゃったね。しばらくかかるだろうから、じゃんけんでもしてよっか。何も問題はないな。もう怪しそうではないが、エミリー。いや、見るものなんて何も問題ありません。カンニングしてませんよ。おう、そうか。へへ、危なかった。そーっと、そーっと。おい、あ、
おっと、ただのゴミで。まったく。よし、そろそろ最終兵器だ。バカにしとんのか。おい。と、なんでもないっす。私の目は欺けんぞ。そんじゃ、最後の隠し場所。うん、マット、そいつはなんだ。消えました。油断も隙もない。うん、ねえ、うん、手伝って。いいよ。ここに答えが書いてある。作り方はこう。黒い紙にクリアシートを乗せてヘアアイロンでくっつける。3辺だけをね。1辺は開けておく。そこに紙を入れる。ぴったり入るかな。そしたら黒いマーカーで答えを書く。公式も何もかも。書けるスペースはいっぱいあるよ。テスト範囲全部書き込んじゃおう。そしたら紙を抜き取る。ほら見てごらん。ありがとう。でも何も見えないよ。これが必要。え？おお、刺して動かすんだ。これで何でも見られるぞ。まるでスパイになった気分だ。これって超天才。これなら明日のテストだって大丈夫だ。よし。いいね。何もしてないだろうな。ああ、届かない。ああ、手が届かない。はあ。ん？何笑ってるんだ？なんだ？どういうこと？わかんないな。面白い。人生が時折投げかけてくる難題、そんなものは 3D ペンとグルーガンで吹っ飛ばせ。今回面白かったライフハックをコメントで教えてください。動画のお友達との共有とチャンネル登録もお忘れなく。新着動画をお楽しみに。